神奈川県の箱根山について、地元の箱根町は来週から道路の交通規制などの緩和を決めました。昨日、箱根山の噴火警戒レベルが3から2に引き下げられたことを受けて、箱根町などは大枠谷に入り、火山活動の状況などを調べました。通行止めの道路に亀裂や陥没などはなかったため、 町は週明けのあさってから大涌谷への立ち入り規制を周辺およそ 1km からおよそ 500m に縮小し交通規制も緩和します。